ユニリーバスタジアム新富は宮崎県小遊郡新富町のサッカースタジアム。テゲバジャーロ宮崎の主要株主である株式会社エモテントが資金を拠出して建設。完成後に寄付を受けた新富町が施設を所有し、株式会社エモテントが指定管理者として運営管理を行っている。条例上の名称は新富テゲバサッカースタジアムであるが、 会場時からユニリーバージャパンカスタマーマーケティングが命名権を取得しユニリーバスタジアム新富の名称を用いている。宮崎市をホームタウンとしていたテゲバジャーロ宮崎は創設当初から定まったホームスタジアムが存在しておらず、津野町、富士見公園陸上競技場、日向陸上競技場、宮崎市生目の森運動公園陸上競技場、 小林総合運動公園市営陸上競技場、延岡市西外総合運動公園陸上競技場、福島市運動公園陸上競技場といった宮崎県内の複数の陸上競技場、研究技場でホームゲームを開催している状況であった。一方、宮崎市に隣接する新富町では、町づくりの一環として防衛省補助事業である、町づくり支援事業を活用した。 地域活性化拠点施設の整備を検討、JR 日向新富駅にほど近い新富町、未能台の国道10号沿いにある12.7ヘクタールの土地に、日帰り入浴施設や入タ割る基地に関する資料館等を備えた交流促進館と災害時仮設住宅用地を兼ねたフットボールセンターの整備計画を策定した。このうち、フットボールセンターについては、 4万平方メートルの敷地内にサッカーコート2面とクラブハウスを建設し、プロスポーツクラブの誘致を念頭に置いたものとした。2018年9月26日、新富町と手芸場はホームスタジアム建設に係る連携協定を締結。新富町が約5億2710万円で用地取得を行い、そこに手芸場の主要株主である。 株式会社エモテントが資金調達をして本体建設工事を発注し、完成後に新富町に寄付するというもので、当初は2020年3月の完成を目指すとしていた。しかし、資材価格の高騰などもあり、入札部長が生じるなど着工が遅れ、最終的に2019年11月に、ようやく試行業者が大淀開発に決まり、 改めて2021年完成を目指すこととなった。なお、スタジアム本体の設計も宮崎市に本社を置く建築設計事務所のカジェットが手掛けた。2020年1月25日、スタジアムの起工式が行われた。順調に行けば2020年10月には完成する予定だったが、新型コロナウイルス感染症による経済的影響に伴うて、 手羽の資金面に関する不安から同年5月に工事を一旦中断、その後工事を再開し、2021年2月15日に会場、3月11日に報道人向けの内覧会が行われた。また、2020年12月16日付で関係条例が交付され、2021年2月15日から施行された。2021年3月15日 VS グルージャ森岡線がコケラ落としとなり1786人が入場した。天然芝ピッチの西側に地上3階建ての鉄骨構造のスタンドが建設された。スタンドは一層式で階段状に置かれたプレキャストコンクリート床板の上に座席が設置されている。ピッチからスタンド最前列までの距離は7メートルと近い。屋根は スタンド本体と一体構造で全面にかかるが、スタンド前方まで屋根が届いていない。スタンド1階にロッカールームとシャワールーム等の所室、ウォーミングアップスペースが整備されている。スタンド両側に2階部分に上がる階段が設けられており、2階が観客通路になるほか、2階に授乳室や救護室が用意される。座席は木製のベンチシートで屋根天井。 スタンド階段と手すり2階3階部分の床材などにも杉を中心にした宮崎県産の木材が使用されている。両サイドスタンドは芝布席でバックスタンドには観客席が設けられない。2020年11月17日に公表された手、出羽の J リーグ入会審査結果に関するリリースでは手ゲ羽、明日への勇気スタジアムの歌唱が与えられていたが、 同年十二月四日、二千十九年七月から、新富町と連携協定を結んでいる、ユニリーバジャパンカスタマーマーケティングが、命名権を取得し、会場時より、ユニリーバスタジアム新富の名称を用いると発表された。なお、通常は、金銭で支払われる、命名権の対価であるが、今回の命名権契約はユニリーバが、新富町に対し、持続可能な街づくりや、 人材育成などで協力することを前提とした連携協定契約の一つに組み込まれている。ありがとうございます。